おはようございます。おはようございます。はい、ということですね、今回の、まあ、セミナーなんですけども、多分予定では、セールスとイベント集客ってなってたと思うんですけども、一応前半がセールスで、で後半が、まあ、イベント集客というか、そのブログ記事の書き方みたいのをちょっとおさらいしていこうかなと思っていて、まあ、結構リクエストでも多かったので、その、ブログ記事の書き方とか、あとは投稿、 Facebook 投稿とか、ちょっと今日あのリアルにその場でやってもらうような感じでやっていこうかなと思います。ということで、最初前半ですね、約1時間ぐらい、ちょっとですね、今日は僕ではなくてですね、こちらの僕 の、 あの生徒さんに、セールスについてお話ししていきたいと思います。ちょこちょこ僕もね、あの言ってはいると思うんですけども、まあその、1ヶ月半で、120万ぐらいのね、あの速攻で稼いだ方ですからあのその、ね、あのセールスメソッドをですね、ぜひ本人から直々にね、あの聞いてもらって、で、あの今はね、あの結局このグループはまあカフェ会にこう誘導するっていうのが目的ですけども、まあ、いつも言ってるように、その500円だろうが30万だろうが20万だろうが、結局変わらないので、ビジネスの集客して、教育して販売するっていうのは変わらないので、これは僕もいつも言ってますけど、まあ、高額のものを、ね、あの売っていくっていうことを分かってれば、あの安い商品ももちろん当然のように売れますんで、それをちょっと頭に置いてですね、ぜひ聞いていただければなと思いますんで、あ、わかりました、はい、じゃあこちら見ていただいて、はい、約1時間ぐらいですね、あのセールスについて話していきますので。わかりました、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、軽く自己紹介、はい、あの今福岡で IT 企業のコンサルティング会社を経営している、まあ、橋本翔太と申します。重複しますが、では、僕なんですけども、あの3ヶ月前まではブラック企業で勤めてました、はい、朝の5時とかで、帰りは夜中の2時とか、そんな生活をしてたので、まあ、あの嫁さんと子供がいるんですけども、まあ、家族と、あ、言います言います、まあ、あのやっぱり初めて聞いたらみんな驚くのででは、家族と時間が取れないと、お給料は、まあ、ブラック企業だったんで結構もらえてたんですけれども、うん、家族との時間が全然取れなくて、で、まあ、子供もすごい大変な時期だったので、でそれでもう、じゃあお金はもういるのはもちろんだけど時間もいると、でそういう時に、ネットで調べてたら、ネットビジネスはなんかもうお金も時間もで、なんか月3桁っていう風に、まあ、ちょっとうさんくさいなと思ったんですけど、最初は。ただ、まあ、昔からその、何ですかね、あんまり後先考えずに行動しちゃうタイプだったので、別にいいやろみたいな、ちょっと軽い気持ちで始めてみて、で、まあ、あの初めはちょっと無料でお金かけたくないなと思ってたんですけど、無料で見てて、でそこで、まあ、ツイッターで大島さんと出会って、そこで、まあ、大島さんのコンサルティングを受けて、まあ、正しいノウハウを学ぶことができて、まあ、ここまで来れたのかなっていうのはありますね。が、まあ、専業主婦をやりながら、今あの福岡の方で家族とお金とか時間に困ることなく暮らせているので、今のところ、まあ、より良い人生を歩めているのかなと思います。まあ、これくらいで自己紹介を、はい、ありがとうございます、はいはい、ではあの、まあ、セールスについてお話ししたいと思うんですけども、まあ、あの僕が、まあ、ちょっと短期間でここまで来れたのは、やっぱりセールスっていうのがすごい大きかったんですね。でまず、セールスの概要、セールスとは何ぞやっていうところをまず語っていきたいなと思うんですけど、まずセールスとはっていうところなんですけど、分かりやすく、結論から言いますと、
価値を提供することなんですね、セールスっていうのは。なんかイメージだと売りつけるとか、なんか売られるとか、そういうふうなイメージはあると思うんですけど、本来のセールスっていうのは価値を提供するっていうのがセールスになります。でまあこれがビジネスだったら、今ネットとかもあるので一対多とか、まあ一対無限とかが可能になってくるんですけど、まあ、本来セールスっていうのは一対一なんですね。ここはやっぱり揺らがないんですよ。ネットビジネスでまあ今ステップメールとかメールマガジンとかで一度考えてしまって、まあ自分で一人で作業して送れば大勢の人に伝達することはできますけども、まあ、本来のセールスっていうのはお客様と営業マンとセールスマンと一対一で価値を提供していくっていうのが本来のセールスになるので、なんかまあそのセールス経験がない方とかで、まあちょっとセールスがまだ分からないっていう方は物を売るっていうふうに思ってしまうんですけども、本来は価値を提供するです。物を売るっていう風に考えてしまうと伝わるんですよね、やっぱセールスって。売りたい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 って思えば思うほどお客さんって引いていくんですよ、不思議に。第六感があるんですよ、本当に。だからセールスをする時のまあ心構えとしては、その物を売るじゃなくて価値を提供してあげるっていうことをまあ意識 してされるのがまあ大前提になりますね。まあビジネスやってるとマインドセットっていうのが重要になってくると思うんですけど、まあ、セールスで言えばそのマインドは価値を提供するっていうことです、まあ、ビジネスと同じですね。それが1対1か1対無限かっていうだけの差ですね。まあセールスちょっと大雑把ですけど、セールスについて話すとこういうことになります。あ、大丈夫ですか？でもまだ書いてます。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい。で次はまあ、これももちろんセールスに関わる話なんですけども、セールス、確かに価値を提供すると、物を売ると、それは間違いではないんですけど、一番大事な部分が実はあるんですよ、セールスって。多分経験されたかどうかわからないんですけど、何ですかね、例えば家電量販店とかにでパソコンとか見るじゃないですか。あと服とかレディースファッションとか服とか見てると、自分が見てる時にいきなり店員さん来ますよね。来ますね。あれうざったくないですか、正直。いきなり呼んでもないのにいきなり来て、どうされます、これとかお似合いじゃないですかって言ったりするじゃないですか。あれうざったいですよね、正直。あれっていうのはまあ、価値を提供してるんですよ。価値は提供してるんで間違ってはないんですけど、その前にやらないといけないことっていうのは、ラポールっていうことなんですけど、ラポールって聞いたことあります？はい、ね、あ、ないですか。まあ、ラポールっていうのは簡単に説明すると、まあ、ドイツ語なんですけど、ラポールっていうのはところで言うならば同調的関係ですね。これはまあどういうことかというと、そうですね、例えばまあ営業マンとかが質問した時にお客さんが素直に答えてくれるような関係ですね。まあ仲良くなると、まあ、世間話でも何でもいいですけど、仲良くなるっていうのが重要なんですね。そこでこれを飛ばしていきなりその、まあ、本来はラポールを取った後に価値を提供していくっていうのが、
ボールを取ってから価値を提供するっていうのが、まあ、本来のセールスなんですけども、あのここを取らずに大体やっぱこっちに行っちゃう方が多いんですね。多くの人っていうのは初めてされる方とか、まあ分かりやすい例で言うと、あのマルチレベルマーケティングってあるじゃないですか。ネズミ講とか、あとマルチ商法とかネットワークビジネスとかであると思うんですけど、あの人たちって、まあ、大体あのセールス経験ないんですよね。ただやってることセールスなんですよね。いろんなものを紹介したり、まあ、アムウェイとかニュースキンとか最近ありますけど、あのものを紹介するような感じのビジネスモデルになるので、基本的にはあのセールスと何ら変わらないんですね、やってることっていうのは。ただなんかマルチって聞いたらなんか売られそうと思いません？マルチとかなんか勧められると嫌だ嫌だ嫌だみたいな感じになりません？あれってあのこれが取れてないからダメなんですよ。いきなり本当はあの対面で会うなり、まあ話すなりして、あ本当は仲良くならないといけないんですよね。お仕事何されてるんですか、大変ですねとか、まあ、そういう、まあ、コミュニケーション信頼関係っていうのを取ってあげて価値を提供するから、本来はセールスっていうのはうまくいくんですけど、あの人たち、まあ、まあ、ちょっと批判的な言い方するのもあれですけど、あのいきなり、まあ、会ってで、あの実はこういうこ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 うなんですよって言っていきなり進めてくるんですよね、商品を。だからもうダメなんですよ。別にだって仲良くもない初めて知り合った人から買いたいと思いますものって思わないですよ、多分。だからまずはラポールっていうのを対面で会ったり電話するなりするしてセールスとか、まあ、価値を提供していくとか、まあ、先はあのお茶会に引き込むって大島社長が言われてましたけど、それもまずはラポールがないと絶対にできないです。いきなり初対面で会ってお茶会行きましょう、絶対 OK し、まあ、OK してくれる人いるかもしれないですけど、ひょっとしたらほとんどの方はやっぱ断りを入れてくるんで、セールスではここが一番重要になります。で、まあ、あの僕はまあ18から営業をやってるんですけど、まあ、今まで、まあ、2年間営業職は会社員で経験しましたけど、2年間のそのデータと、あとはあのネットビジネスで独立して、まあ、生徒さんを取っていくっていう作業で、まあ、出したデータなんですけど、大体もう ラポールが取れるだけで 70% 決まります、セールスっていうのは。それぐらい重要なブロックなんですね。まあ、ラポールの前にあの、まあ、アポイントとかはあると思うんですけど、まあ、会うなり電話するなりで、まあ、例えば何か世間話をして仲良くなるとか、それで、まあ、ラポールっていうのを取るだけでもう 70% 決まるんですね。あと、まあ、流れっていうのを説明すると、その後に仲良くなった後に価値を提供すると、でその後に、まあ、あすいませんちょっと汚くて、クロージングっていう作業なんですね。まあ背中をポンと一押ししてあげるような作業なんですけど、大体あの僕の統計で言うと、とか、まあ、いろんな営業をされてる方とか出てきましたけど、大体こんな感じなんですね。もう、まあ、アポからラポールまででもう 70% 決まります、大体。そこで価値の提供で、最後はあの、まあ、例えばやりませんかとか、お茶会どうですかみたいな感じ、最後、まあ、一つにしてあげると、仲良くなって、まあ、自分のやってることを話すと、物を進めるなら物を進めてみるなりして、で、お客さんっていうのはあのあんまり自ら欲しいとか言わないんですよね。欲しいと思ってても言わないんですよ、お客さんって。だから最後にこのクロージングっていうのがあるんですね。これがまあ 10%、 もうこの時点で 90% 決まってるようなものなので、あとはもう一言ポンと、まあ、崖に突き落とすような感じで、まあまあちょっと表現は悪いですけども、まあ、僕はあのそういう風な感じかなと思ってるので、最後の 10% ですね。そうですね、 10% が重要になります。
びっくりした。でまあ多くの方っていうのはあのここをここですね本当にこのブロックを飛ばしてセールスをするから、まあ、うまくいかないんですけど、逆を言えばラポール信頼関係仲良くなるとかそういうのが取れてればセールス制約率とかは、まあ、もう格段に上がります。確率は僕もまあ最初営業やり始めた頃は全然仲良くなる方法とか分からなかったんですけど、ちょっとあんまり人とコミュニケーションを取るのが得意な方ではなかったので、もともとちょっと苦戦しましたけど、でまあアポ取ってもそのラポールが取れずにいきなり物を勧めたりして、お客さんからまあ怒鳴られたこともあるんですけど、訪問販売だったので僕が、もうあんた帰りなさいよみたいな感じで言われたこともあるんですけど、でもここでまあ仲良くなる方法っていうのを勉強して、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、ビジネス関係 の、 その何か人を動かしたいっていう場合だったら、大体やっぱ仕事の話をするのがいいかなと思います。お仕事何されてるんですかとか、ビジネス関係ですね、趣味何ですかとかでもまあ別にいいんですけど、できれば何かまあ自分が導きたい結末に直結するようなコミュニケーションの取り方、何でもまあ仲良くなればいい、ここがまた難しいところで、何でも仲良くなればいいっていう問題じゃないんですよね。やっぱり趣味の話してすごい気があったと、でいざもうじゃあこれ仲良くなれたんじゃないかなとか思って価値の提供してみたら、いやそれはいいみたいな感じのこともあるんですよ。だからラポールの取り方っていうのも非常に重要なんですけど、まあ、僕のその経験上だと仕事の話をしてあげると一番ラポールは取れるかなと思います。まあ、普通にやってたら人生の3分の1が仕事になるので、会社員の方とかだったら、はい、3分の1が仕事になるので、まあ、やっぱり1日仕事してる方が長いんですよね。そこでコミュニケーションを取ってあげるから仲良くなりやすいんですよね。でもまあ嫌でも働いてる人もいるし、好きで働いてる方もいると思うんですけど、やっぱり仕事してる時間が一日の中で一番長いので、仕事の話がいいですね、ラポールの取り方としては。あとまあ追加で言うと、リアクションって結構大事なんですよね。質問したことに対して、じゃあまあお客さんが答えてくれましたと、そういう時になんか普通にえーとかリアクションしてても、なんだこいつってなるんですよね、リアクションの仕方で。大丈夫ですか、書きましたか皆さん。じゃあ消しても大丈夫ですか、はい、まあ、ラポールの中に、まあ、仕事の話をするっていうほどこと、まあ、話しましたけど、次がまあリアクション、これ結構大事なんですね。まあ、お客さんに、まあ、仲良くなっていろいろ質問してみて心を開いてくれて答えてくれたと、そういうことに対して普通にへーとか、あーそうなんだみたいな感じでしたら、もう萎えるんで、お客さんはせっかく行ったのに何をするのか、話聞いてんのみたいな感じになるので、リアクションをしてあげるっていうのは、まあ、本当に非常に重要なことなんですね。で、このリアクションなんですけども、まあ、人によってやっぱお客さんっていうのは十人十色なんで一概には言えないんですけども、大体もうまあ一般的にいいって言われてるのが、聞いたことあるかもしれないですけど、ブーメラン法っていう、まあ、リアクションの取り方があるんですね。聞いたことあります？ちなみに
ブーメラン法とか反復法とも言うんですけど、ちょっと聞いたことない。ありますか。ですね、まあお客さんが言ったことに対して同じことを反復するような方法なんですね。まあ、簡単に言うと、好きな食べ物何ですかと聞いて、リンゴですって言ったら、もう普通だったら、まあ、あ、そうなんですねとか、まあ、へーとか、なるほどとか言うんですけど、あ、リンゴですかみたいな、お客さんが言ったことをそのまま自分が言ってあげると、ちょっとテンションを上げて、それが、ちょっと心理、人間の心理的に、あ、この人聞いてくれてるっていう風にお客さんを捉えるので、まあリアクション法としては、あのブーメラン法とか、まあ、お客さんが言ったことをそのまま返すっていう方法を使った方が、あの、まあ、仕事の話をしてリアクションも取れてっていう風に、ラポール的には、まあラポールの部分でいくと、すごいいい関係が築けるのかなと僕は思うので、まあ、実際あの僕もやってみて、やっぱりこれが一番良かったなと思うので言ってるんですけど、リアクションはブーメラン法を使った方がいいです。はい、大丈夫、はい、で、まあ世間から見てると、やっぱりあの、まあ、セールスマンとか、何か、まあ、店員さんとか、まあ、ショップの店員さんとか営業マンとか見たら売れるっていうイメージで、まあ、あの人を動かすっていう行為をすることは、やっぱりあの少なからずお客さんにそういう印象を与えてしまってるので、あのそこをどう取っ払うかっていうところなんですけど、まあ、セールスで一番大事なのは、まあ、何回もちょっと言ってますけど、ラポールっていうのが非常に重要なことになるので、まあ、そのラポールの取り方、まあ、仕事の話と、でお客さんがあの答えてくれたら、ブーメランを言ったことをそのまま返してあげるっていうリアクションをしてあげる、これでまあ大体ラポールは取れますね。で、まあ、セールスで一番大事なことっていうのは、まあ、ラポールです。セールスについては、まあ、以上ですね。で次は、大丈夫ですか。で次は、まあ、ちょっと汚い話をしますけど、人を動かすっていう行為、お茶会に誘うとか、まあ、人に何か物を売るとか、それっていうのは共通するのは人を動かすってことですよね。自分の欲しい結末に、まあ、相手に行動してもらうとか、セールスっていうのは本来人を動かすっていう、まあ、プロセスがあった応用編なので、それに、まあ、物を売るっていう手法がついただけなので、あの根本的な原理原則っていうのを学んでおかないとダメなんですね。まあ、ラポールの取り方にしろ。だから今からはあの、まあ、ちょっと人を動かす話をしたいと思います。まず僕は、あ、すみません、あの別に悪徳宗教じゃないんで、そこは誤解されないでほしいんですけど、あの人を洗脳するプロセスが結構重要になってくるんですね。まあ洗脳で有名といえば、まあオウム真理教の朝原祥子さんとかいますけど、あの人っていうのはもう本当にすごいんですよ。まあ確かにちょっとやり方は悪いですけど、人を動かすっていうのはにはもうピカイチなんですね。まあ信者が全国に1万とかしかいたので、まあ、たった一人であれだけの信者を築けたんですよね。それぐらいあの人を動かせる人なので、まあちょっとそういう人が使っているような手法、まあ、ちょっと洗脳を、聞こえは悪いですけど、洗脳についてちょっと話していきたいなと思います。まずあのちょっとあんまり誤解しないでほしいんですけど、洗脳プロセス、人を洗脳する時っていうのはほとんど使われる場合は詐欺です。詐欺に使われることが多々あります。人を騙すためにこの洗脳プロセスっていうのを使う場合が多いんですけど、
何か人に行動をしたい時とか行動を起こさせたい時とか物を売りたい時とか何かに誘いたい時っていうのは手っ取り早い早し詐欺の手法を使った方が手っ取り早いんですよね本当に。ただ人たちは人を騙すっていう目的でやってるから詐欺になっちゃうんですけど、それが逆、お客さんのためになる方向に持っていけば別に詐欺でも何でもないんで、まあ、ただちょっと詐欺で使われてる手法なんですけど、人を動かすっていう原理原則の仕組みは一緒なので、そういうことを理解してちょっと話を聞いてもらいたいなと思います。で、洗脳にはまる4つの条件っていうのが実はあるんですよね。正直な話でもこの4つの条件を満たしてしまえば誰でも洗脳できます。と1つ目が止めても書きますね。まあ大きくというかこれが4つの条件なんですけど、まずじゃあ1個目から説明していきますね。まず解決策の模索、これは経験は終わりだと思うんですけど、皆さんは人っていうのは例えば何が欲しいものがあると、パソコンが欲しいと、何でも物はいいんですけど、何か欲しいものがある時とかそのやりたいこととかそういうことが見つかった時って必ず情報を求めるんですよね。人間っていうのは知識から知性があって、知識があってその知識が行動に移すような、そういう生き物なので、まず情報を知りたがるんですよね。自分が抱えてる悩みでもいいです、欲しいものとか。だから解決策の模索、これは何か自分の悩みだったり欲しいものだったり求めてる人のことを言うんですけど、まずすっごいハマりやすいんですよね、この人、条件の一つにもなってるぐらいなんで。なんでかっていうと、人は何か解決策とか探してる時って警戒心が弱まるというか、警戒心、心の壁と言いますかね、警戒心を弱める傾向があるんですね。自分がひょっとしたら知れば自分の悩みが解決するかもしれない、かもしれない、まだわからない、でもかもしれないっていうことがある場合っていうのは警戒心緩めるんですよね、人間っていうのは。多分パソコンが例えば欲しいとします。そしたらいろいろ情報見ますよね。で家電量販店とか行ったらやっぱりパソコンのコーナー行きますよね。店員さんが来るって分かってたも行くと思うんですよね、欲しいって分かってたら、欲しいと思ってたら。だからまずはそれがハマりやすい人の条件です、警戒心が薄いと。警戒心が薄いので残念ながら洗脳の
洗脳されやすい方になってしまうんですよ。で、次が時間感覚。これはもうこれも多分体験したことあると思うんですけど、まあ、年末セールとか、まあ、主婦とか、まあ、40、50代のおばさんの、まあ、スーパーの買い物だったら1、2時間とかのバーゲンセールとかあるじゃないですか。人間っていうのは時間的プレッシャーをかけられると判断力が鈍るんですよね。例えば遅刻しそうになった時とかも時間気にしてたらもう何考えていいか分かんなくなりません。本当にやばい時って多分経験あると思うんですけど、人間っていうのはまあ時間的プレッシャーをかけられると判断力が鈍ります。だから4つの条件の2つですけど、ハマりやすい方になってしまうんですね。判断力が鈍ると。ですね。判断力が鈍ります。時間的プレッシャーをかけられると。まあ、期間限定とかよくやってますけど、なんかいろいろ物買うときとか。年末セールとか2日間限定とか今だけお得とかやってますけど、あれは店舗側とかにとってはただお客さんに時間的プレッシャーをかけるために仕込んでるんで、別にぶっちゃけた話をすると期間限定とか何もないんですよね。ただ判断力を鈍らせることが目的なんですよね。欲しいと思ってて、例えばじゃこれ欲しいと、まあでもまだ日にちがあるからいいやで、後日また来ようかなと思ってる時に、欲しいと思ってることが前提にいますけど、いやすいません、これもう今日だけなんですよね、もう残り1台なんですよね、もう次来る時なくなっちゃうかもしれませんよみたいな感じで言われたら判断力鈍るんですよね。もうそれだったらもう買おうかしらってなるんですよね。だからまあ時間的プレッシャーをかけるっていうのは非常に重要ですね。まああくまでいい方向に持っていくために僕はお話をするので、まあ、これはまあちょっとあんまり悪用しないでほしいなと思います。悪用すれば全然悪用できるものなんですけども、まあ、せっかくそのビジネスとか何かで役立てようと思うんだったら、いい方向に持っていっていただければなと思います。まあ基本的に僕も詐欺はあまり好きじゃないので、あまりというか大嫌いなので、まあ騙すまでは、まあ騙すというか、まあ、その自分の持っていきやすい方向に話すっていうのはまあやり方は同じなのでいいと思うんですけど、お客さんに何もメリットがなかったら意味がないので、僕はまあ詐欺っていうのは許せないんですけど、少なからずちょっと詐欺と似てる要素はあるので説明してます。で次が、損失の可能性ですね。これは例えば、まあ、あるショップに行きましたと。で、まあ、あらかじめ欲しい商品があると。でまあ、警戒心がもう薄くなってると。でもタイムセールがあって判断力も鈍ってると。でもまだこの商品のことを知らないって時に来るんですよね、営業マンとか人を動かす立場の人が。でこの人だったら、まあ、自分の知らないことを知ってるんじゃないかなって思うんですよね。こういう風にもうこういう状況に陥ってる時にちょろっと現れられ、まあ、その筋に詳しい人が現れたら何か聞かないといけないっていう風に人間の心理はなります。だから、まあ、裏情報があるんじゃないかなっていう感じですね。全部やっぱ知りたいじゃないですか、欲しいものっていうのは。だから全部知るためにその、まあ、こういう状況に陥っている時に、まあ、さりげなく現れた営業マンなり、まあ、店員さんなりに、まあ、アドバイスを求めると。裏情報があるかもしれない、まあ、情報を全部知ろうとする作業なんですよね、これは。お客さんがすべて仕事していると。
で、いろんなことを、まあ、その店員さんなりから聞きます。で、最後いいアドバイザーとの出会い、これが、まあ、さっき言ったラポールですね。まあ、おさらいすると、ただでさえも何かが欲しくて何かを解決したくて解決策を模索していると、警戒心が薄いと。で、まあ、実際に解決するための場所なり環境なりに行ってみて、ただまあほとんどの場合も時間的感覚、時間的プレッシャーをかけられます。で、判断力が鈍ります。で、そういう時に、誰か来るとひょーっと店員さんなりが現れると、その人から情報を全て知ろうとします。欲しいものは全て知りたいので、人間というのは。で、そこで、いいアドバイザー、その来た人が自分の知らない情報を答えてくれたら、あ、この人答えてくれたと。しかもさっき言ったその、まあ、どういう手法を使っているか分かりませんが、まあ、ブーメラン法とか使ってラポールの取り方も分かっていると。ここまで来たら、もう自分の手のひらの中と思ってください。この4つの条件を満たしたら、その人をどうするかはもう自分次第です。いい方向に持っていくこともできるし、悪い方向にも持っていくこともできます。ただ、まあ、せっかくこの話を聞いてくださっているので、いい方向に持っていってください。これが、まあ、条件ですね。この4つ、この4つの条件を満たせば、人っていうのは自分の思い通りにできます。悪用しないでくださいねそうですね。で、まあ、大丈夫ですか。ここは、ここさえ揃えば、まあ、お茶会に誘うなり、物を売るなり、まあ、高額商品を売るなりとか。僕は、最初の営業が太陽光の営業職をやってたので、まあ、200万とか300万単位のお金を動かしてたんですけど、関係ないんで、金額とかは。この4つあれば、人を動かすことはできます。お金がないなら借金させればいいんです。まあ、ちょっと極端な話ですけど、借金させることもできます。まあ、その人救うんだったら別に僕はそれはいいと思います。ただそれが詐欺ならばダメだと思うんですけど。だから、まあ、ここまで揃えば本当に、人を動かすことができるので、これちょっとぜひ、まあ、今ノートに書いていただいてると思いますけど、まあ、自分なりに実践してみて、まあ、これを聞いたからといって多分すぐにできるかって言われればそうじゃないんですよね。僕も、まあ、本とか100冊ぐらいですけど、いろいろ読み漁って行動してみて思ったことなので、まあ、実践してしながらになるんですけど、ちゃんと、まあ、実践していったら身につくスキルなので、これは、まあ、ぜひ身につけていただければなと思います。そうですね。で、まあ、条件が取れましたと。で、ここからは、まあ、ちょっと話し長くなって申し訳ないんですけど、まあ、じゃあ条件は揃ったと。で、あとはどうやってやっていくか、どういうふうに物事を進めていくのか、これがちょっと多いですけど9つあるんですね。この条件を満たした上で、その9つのプロセスの段階をクリアすれば、本当に何でもできます。本当に何でもできます。人をどういうふうに導くかっていうのもできます。ちょっと話していきますね。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。はい、分かりました。ちょっと多いですけど、ぶっちゃけた話、この4つの条件満たしておけば、さっきも言ったように、ラポールまでに 70% 決まるんで、大体決まるんですけど、あと残り 30% を確実に落としていくための、落としていったらちょっと言い方悪いですけど、作業になるんで、これもちょっとぜひ覚えていただければなと思います。まあ、じゃあ自分が、実際に人を動かしてみましょうっていう場合なんですけど、まず1つ目が、人を探す作業になるんですね。で、探す人も誰でもいいってわけじゃないです。ちゃんとターゲット層があるんですね。そういう人が、
対このパターンの人間ですね。悩みを抱えている人、自信を持っている人、まあ、この自信っていうのは自分は絶対騙されないぞっていう人です。俺が騙されるわけない、私が騙されるわけない、そういう人のことですね。そういう人ほど騙されやすいんで。あとは落ち着かない人、すみません、ちょっと間違えましたけど、落ち着きがない人ですね。そわそわしているとか、なやなやしているとか、そういう人ですね。まずこういう人たちを探すと。探す作業を始めます。これがまあ一番、辛い作業になるんですけど、まあ、そもそもそのセールスとか、まあ、操作とか洗脳とかっていうのは誰でも洗脳できるわけじゃないですよね。例えばまあ10割バッターっていないですよね。野球の話で例えるとよくてまあ3割とか4割ですよね。だからまあ10回中3回4回打てればもう上等なんですよ、それだけで。だから僕たちもその3割4割を逃さないためにこういう人を探すと。こういう人がまあ3割4割の部類に入るので、まずはこういう人を探すことから始めると、まあ、SNS 使うなり絶対いるんで、 SNS の、 ネットの対岸みたいな中でいろんな人がいます。で、こういうことを意識してターゲットを探すと絶対見つかるので、まずそういった方を探します。で、次が次はじゃあその探した人の知識のレベルを探るんですよね。まあ、情報を得るっていう作業なんですけど、例えばそうだな、まあ、自分が何か商品を提供したいと、何か価値を提供したいと、で、まあ、こういった方をまず探すと。で、この商品を売りたいんだってあらかじめ思ってるんですけど、その人はその知識、その商品のことについてどれぐらい知ってるかを探るんですね。なんか最近こういう商品ありますけどどう思いますとか、まあ、いきなりストレートに聞いたらもうちょっと売りが入っちゃうんで、まあ、ちょっと柔らかにジャブ打ちながら聞いて、まずその人がその商品についてどれぐらいレベルを持っているのか試すんですね。で、ここでまあ情報の多い少ないが出てくるんですけど、少なければ少ないほど有利です、こういう人は。少ないほどすごい可能性が広がるという意味ですね。あ、それ知ってるとか、こう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 でしょって言って自分が言おうとしてること全部言われてしまったら、ちょっと見込みは薄いなっていう感じですね。だってまあそれぐらい知っててもなんかまあ行動に移してないってことはもう欲しくないってことなんですよ、その人は。だからまあ少ない方が有利です、知識について。まあ、例えば、ちょっとパソコンでまた被っちゃいますけど、マック今流行ってますよね。マックどれぐらい知ってます？いや、私 Windows しか使ったことないから全然知らないんですよね。こういう場合ですね、その商品について全く知らないとか情報が少ないとか、こういう人を探せば、探した後にレベルを、知識レベルを試すのがいいかなと思います。僕はまあ大体そうしてます。まあ、ネット企業したい人を、まあ、SNS で集客をかけて探していくっていう作業なんですけど、まず僕が聞くことはネットビジネスについてどれぐらい知ってますかと。全然知らないですとか知ってますとかあるんですけども、知ってますって言ったらまあさらに深掘りするわけですよね。じゃあどんなの やられてるんですかとか。で、まあ、そこでいやアフィリエイトとかされて長いんですか、もういや始めたばっかでとか深掘りしたら大体出てくるんで、どん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 深掘りをしていきます。で、そこでまあ成功者の方とかに当たったら、あ、すいませんでした勉強になりましたとかで切りますけど意味ないんで本当に。まあ、一応まあその成功者を落とすっていうやり方もあるのはあるんですけど、もう確率的に数パーセントの確率なんで厳しいんですよね。だからまあビジネス知ってますけど全然知らないんですけど、なんか最近流行ってますよね、もうこれチャンスですね。
とりあえずまああのレベルを試してその次なんです。まあそれに関する話なんですけど、次がその商品に対する常識をもう植え付けちゃうんですね、お客さんに。ネットビジネスの例えで言うと、まあ、悩みを抱えている人とか、コーチスカの人とか、どうすればいいのかなとか思っている人をまず見つけましたと。ネットビジネス、僕はまあ、いつもメッセージとかでは IT の、IT 企業のコンサルティング会社を経営している橋本と申しますけど、まあ、あなた何かビジネスされてますかと。ちょっとネットビジネスは少々されてるんですねと。どんなビジネスモデルなんですか、まだちょっと情報も収集でとか、まあ、そういうことに対して、まあ、それがここですね、知識レベルを試すってまで。で次が常識を植え付ける。ネットビジネスっていうのはアフィリエイトとか転売とか、まあ、情報販売とかいろいろありますよねみたいな感じで、知らなかったです。そういうふうにまずその商品に対して、まあ、商品は何でも、ネットビジネスだろうが何でもいいんですけど、自分が提供したい商品の常識っていうのも植え付けてあげます。まあ知識が少ないほど有利って先ほど言いましたけど、少ないんでそれをカバーしてあげるっていう感じですね。進めるっていうことは進め、こういうことありますよねとか、こういうこともありますよね、知ってましたとか、知らなかったですって。そしたらその自分が知りたい情報、少ない情報っていうのがどん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 自分が喋ることによってそれが常識になるわけですよ。だってその人はまだ知らないんですから、その商品のことを。それが常識になるんで常識を植え付けるっていうのはここ結構重要なポイントになります。で、次が、まあ、ちょっとここもまた重複するんですけど、まだちょっと悩みを抱えているとか、まあ、騙されないでと思っている人を探して知識レベルを試して常識を植え付けましたと。そうすると、まあ、必然的にラポールっていうのは取れますよね。もうが知らないことをこの人教えてくれた、悩みを抱えていることに対して教えてくれたと。ここでまあラポールっていうのが非常に重要になってくるんですけど、まあ最初に話したそのセールスの概念とか、まあ操作の洗脳のプロセスとかでも先ほど話したように、まあ最後はやっぱりラポールなので、やっぱラポールっていうのはそれほど非常に重要なんですね。仲良くなると、まあプライベートでまあその物とか商品とか紹介する以前の問題、友達としてもやっぱりラポールっていうのはあった方がいいので、多分ないと友達とか作れないので、やっぱりすごい非常に重要になってくるんですね、ラポールっていうのは。どの手法を使っても必ずやっぱりあるので、自分コミュ障だからもう仲良くならずにどうにかしたいってまあ最初は僕も思ってたりしたんですけど、やっぱここは外せないです。それほど重要です、ラポールっていうのは。ここでまあ自分の知らない常識を植え付けることによってラポールっていうのが取れます。で、すみません、あと5つもあるんですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。次、ラポールが取れた時に次の段階をするときは、ここはやっぱり外せないですね。悩みを深掘りする、つまりは本音を引き出すっていうところですね。もうラポールが取れた段階っていうのは非常にオープンな関係なんですね。何をしてても、何を言っても答えてくれると。だからお客さんが思ってるその商品に対する本当の悩みだったりっていうところをカバーしてあげるなり潰してあげれば買うわけですよ。そこがやっぱり悩みとなってるわけですから。だからラポールが取れたなと思ったら、なんかちょっと表情が柔らかになってきたなとか、この人笑顔になってきたなっ
ていう段階で悩みを深掘りします。具体的にはどういう悩みを持たれているんですかと、で悩みを引き出すことが気になります。ここよく突っ込めない人がいるんですよね。仲良くなっても聞いていいのかなってやっぱ遠慮しちゃう方が結構多いんですよね。なんか聞いたらちょっと惹かれそうとか思う方も結構多いんですけど、そこは結局まあその悩みっていうのが解決しないとお客さんのためにはならないので、聞いたら気まずい、この人が気まずそうだからやめとこうっていうのはお客さんのためではないので、悩みを解決してあげるっていうのがお客さんのためになるので、そこはちょっともう躊躇せずに深いところまで聞いてほしいなと、どん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 深掘りしていくですね。で次が6なんですけど、未来を連想させると、まあここで価値を提供してあげるっていうところですね。さっきは最初に話した、まあ、価値の提供ってありましたけど、ここで初めて価値を提供します。ただ提供の仕方にも手法があるんですけど、この未来を連想させる、これはIF 法って呼ばれる手法なんですよね。直接これどうですかとかじゃなくて、もしあなたがこの商品を使ってこうなったらどうですかっていうふうに未来を連想させる、もしも形式で未来を連想させるんですね。まあ例えば悩みを深掘りして悩みが出てきました、あそれだったらこの商品使ったらいいですよじゃないんですよ。それはまあ価値の提供なんでそれでもいいんですけど、この商品を使ったらきっとあなたはこうなれますよっていうふうに、まあ、ちょっと大雑把に言いますけど、ちょっと大雑把すぎて申し訳ないんですけど、未来を想像連想させてあげるっていうのが重要なんです。お客さんっていうのは商品を買うのはもちろん、まあ、悩みを解決したいなっていうのもあるので、そこもやっぱり楽しんだりするんですけど、深層心理としてはお客さんっていうのは商品を買うまでのプロセスが好きなんですよね。買ってしまって飽きるとか、まあ、そういう経験されてるなら分かると思うんですけど、買うまではすごい楽しいんですよ。その心理をちょっとくすぐるじゃないですけど、その心理に有効なのが IF 法って言われてるんですよ。もうここまで来たらもうラポールも取れてて、正直まあ手のひらでコロ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 転がしてる感じになるので、そこで未来を連想させたらもうまっしぐらなんですね。その未来に本当にこうなったらすごいなとか、そういうふうなのが思うんで、できればその未来を連想させる価値の提供っていう部分は IF 法って言われる、もしもあなたがこの商品を使うことで、まあ、こういうことに参加することでこうなったら良くないですかと、すごくないですかと、そういう感じで聞いてあげた方がいいですね。で基本的にもしも形式で答えてるので断りっていうのは聞きにくいです。あともしもの話してるんですから、直接聞いたらひょっとしたらあいいですってなるかもしれないんですけど、もし未来に起こることなんで正直断りの余地がないんですね。だから断られないプラス未来を連想させることができるんで、この手法っていうのはすごいやっぱり営業の世界でも使われてます。未来を連想するですね。でまあ正直言うとここまでで終わりなんですけど、プロセスっていうのはここまで連想させてもあいいですねってなったら、でもやりましょうよとか買いましょうよって言えばいいんですよ。本来はここまでで終わりなんですけど、たまにやっぱりプロセスからずれる人っているんですね。いやでもやっぱとか反論してくる人がいるので、7以降は基本的に反論してくる人の対処法をちょっと話していきますね。これはちょっと言い方は汚いですけど、反論してきたら話の矛先をそらすと、
まあ、ちょっと汚いというかいいのかなって思ったりするんですけど、話の矛先をそらすっていうのは結構重要なんですね。もしもその未来を連想させる不法で万が一断りが来てしまった場合に、正直営業っていうのは皆さん誤解されるんですけど、こう来たらこう返すとか、なんか必殺トークがあるように思ってしまうんですよね。こう言われればこう返す、まあ、イエスバットフォーっていう、一回お客さんが断りを入れたことに対して、そうなんですね、一回同調してあげる、でもっていう風に返すのがイエスバットフォーって呼ばれるものなんですけど、あれはまあただのノウハウなので、実際にまあ僕が営業とかしてみて使いましたけど、あ、もう全然ダメなので、同調する部分はいいんですけど、でもってつけたらもうその瞬間顔色変わるんですよね、お客さんっていうのは。だからあれはあまり有効な手法ではないし、断られたらもう終わりと思ってください。僕たちがやることとか、僕がその今話していることっていうのは、断られないように、なおかつあらかじめ自分の決めておいた行動を移してほしいと、そういうストーリーにはめ込んでるだけなので、万が一断りが来たっていうのは非常にまずいんですね。断られないようにうまい具合に話を進めるプロセスになっているので、だからちょっとこう残念かもしれませんけど、基本的に断られたらもう終わりと思ってください。お客さんが断ったらもう終わりと、断ってるんだからしょうがないです。そこで反論しちゃうと、もうせっかく取れたラポールもダメになっちゃうので、やっぱりいいわ、なんでですか、別にいいじゃないですか、すごいいいんですよって言ったら、もうただの売りにしかならないので、そういう状況を作ってしまうともうダメです。セールスするにしても、人を動かすっていうことにしても終わりです、本当に。だから話の矛先をそらすと。でこれ矛先のそらし方も結構重要なんですけど、そうですね、逆に自分がアドバイスを求めるんですよ、お客さんから。これがどういうことかというと、今まではお客さんに商品の提供とか価値の提供とか未来を連想させるとかあったと思うんですけど、もし万が一断りが来てしまったら、まず話の矛先をそらすと。でその反らし方が自分がアドバイスを求めると。これ例えで出すなら、例えば何か商品を買うときに、もっとこういうサポートあった方がいいんじゃないのとか、保証期間短くないとか、あると思うんですけど、そういう方もやっぱりいらっしゃったので、ちょっと実体験から話すと、保証制度がちょっとあんまり充実してないんじゃない、だからもういいわみたいな感じで断られたことがあるんですけど、そこで話を先をそらしたんですね。僕はどうやってそらしたかというと、上司とかやっぱりそういうの気にするんですよねと。お客さんのためっていうのはやっぱり営業やっている以上そうなんですけど、そのやっぱり会社の経営とかいろいろやっぱ視点の都合とか、そこは僕の上司がやっぱり決めていることなんでみたいな感じで、ちょっと誰かのせいにしちゃうんですね。いいんですよ、別に誰かのせいにします。仕事だったら上司のせいにします。上司がこう言ってて本当申し訳ないです。でそこでただ僕はお客さんのためを思うと、やっぱりこういう保証をつけておいた方がいいと思うんですけど、お客さんはどう思いますっていうふうに、そこでこれが自分のアドバイスを求めるっていうところなんですよね。そしたら答えてくるので、また、だからさっき言ったじゃない、こういうことやってほしいのよっていうふうに、でうまい具合に話がそれるんですよね。断ったことに対して矛先をそらして、で、何かのせいにする、共通の敵を作ってあげると。ちょっと括弧で書いておきますね。これは結構重要ですね。お客さんからしたら保証がつけれないのは上司のせいと、で僕からしても、お客さんにもっと
いいようなあの商品を使えるようになるにはあのやっぱり上司のせいだと。そこでまあ共通の敵ができるじゃないですか。上司っていうお客さんに対しても上司ができる、で自分に対しても上司にちょっと不満があると共通じゃないですか、お客さんと。そこでまたあの共通する部分ができるんでラポールにつながるんですよね。共通する部分、まあ極端な話、自分と同じ趣味が持ってた人がいるとすると仲良くなりやすいですよね。普通に何も知らない人よりかは趣味があった方がやっぱり仲良くなりやすいので、ここでまあ共通の敵を作ってあげます。例えばまあ、何ですかね、あの子嫌いとか私も嫌いとかあるじゃないですか。多分女性の方だったら経験されたかもしれないですけど、小学校とか中学校の時に私あの子嫌いなんだよね、あ私も私も、そういう時テンション上がりません？そうなんですよ。それがまあ共通の敵っていうんですよ。これはちょっとカタルシス効果って言ったりもするんですけど、共通の敵を作ることであの親近感を深めることができます。でアドバイスを求めてお客さんがあの、まあ、答えてくれる関係になると、矛先をそらして、でここまで来ればあの断りが来たのをちょろまかすことができるので、最後 Q が、矛先をそらして、でまあ、共通の敵を作ってお客さんにアドバイスを求めて、でまた関係が深まったらあのここに戻るんですよね。ところでやっぱりあの先ほどこう言われてましたけど、こう使ったらこうなりますとか、これを繰り返すだけです。でこれで完全にお客さんがイエスっていうまで続けます。このプロセスをイエスというまで。イエスが出るまで、まあ、1から読んでラポールは取ってるので、イエスが出るまでこういきますこういきますで、うまくいけばもう6ぐらいで決まります。ただ、まあ、万が一断りが来た場合には話の矛先をそらすと、共通の敵を作る、でお客さんに逆に質問する、自分が自分サイドに引き寄せると、でそこでまた、会話なりして共通の敵もできて、お客さんも自分なりの意見を言ったことでやっぱ満足するんですよね。言いたいこと言えたら満足できるんで、人間っていうのは。そこまで来たらまた、そういえばさっきこう言われてましたけどっていう風に戻って、これが、まあ、ここで終わるのか、また反論が 出ればここまで行くのか、でまた次戻った時に決まるか、まあ、大体決まるので、決まるまでイエスが出るまでこれをずっと繰り返す、ここから8を繰り返す。ラポールが取れてる状態があくまで前提なので、ラポールが取れてたらあの人っていうのは話を聞きます。まあ、最初はあの営業やってた時に時間がない時間がないっていう人がいるんですけど、ラポールが取れたら時間がないって言ってる割には3時間ぐらい話聞いてるんで、それぐらいまあラポールっていうのは大きいです。まあラポールを利用するっていう感じですね、この洗脳プロセスは。でまあイエスが出るまで続けると。で、本来はもうここまでで大丈夫です。ここまででもいいんですけど、これは万が一のためです。で、これもクリアして、イエスが出たら、本来何もしなくて大丈夫です。もうここまで来れば全然大丈夫なんですけど、もう一個、プラスアルファでやっておくと便利なのが、まあ、これ多分聞いたことあると思うんですけど、大体ついてるんですけど、点をつけてあげると。よくやってますよね。今買ったらこういうこともついてきますよっていうのが、ここまで来て買うって状況までなった時に特典っていうのをつけてあげるんですよ。今ならこのサービスも無料ですとか、これもつけてあげますとか、せっかく話聞いてくれたんでこれあげますとか、お金渡すのとか良くないですけど、何か特典をつけてあげます。そしたらその商品以上の価値を提供したことになるんで、もう完璧にもうコミットするわけですね、お客さんと。そこまで来たらもう完璧です。
リピーターにもすることができます。もうあのここまですればその洗脳プロセスにハマってるので、まあ、あとは進めるもの何でもいいんですよね。こういうの出たんですけどどうですかちょっと話聞かせてってなるんですよ。別のもの紹介するときも。だからあのできればあの完璧にその人を救いたいとか人を動かしたいのであればここまでやってなおかつ特典とか、まあ、ちょっと秘密のグループとか今だけ限定のグループに入れるとかそういう風な感じで持っていくといいですね。ここが、まあ、これが、まあ洗脳の条件4つの条件とであと、まあ、それを具体的にやっていくため の, あの9つの手法っていう感じですね。今洗脳プロセスは以上なんですけどすいませんちょっともうちょっと付き合ってください。あのやっぱりいい使い方をしてほしいのであの最後にできればそのこれを使う上でのマインド面っていうのを説明できればなと思います。ちょっと消しますね。まあ、ちょっとあの先週に話したかもしれませんけどあのいい使い方これをまあ詐欺とか詐欺で使うことはもう絶対やめてほしいんですけどいいように使うためにはもうこれだけなんですね。意思お客さんを救おうと思うか騙そうって思うかそれだけの差です。別に騙そうと思うなら別に使ってもいいと思うんですよ。ただその長期的なビジネスとか高収入を継続したいっていう場合はあの騙すっていうのはダメですね。大体もう騙したらバレるのでバレない嘘はないので大体まあそれがもう訴訟とか裁判っていう形で後から、まあ、いずれバレるのであの、まあ、騙すっていう方法でいくんであれば一回その騙した後にもう自分の悪評が手の届かないところでまた別の活動するとか、まあ、詐欺師とか大体そういう風にやってるんですけどあのできればというかもうこれはあの騙すと捉えるかそれともお客さんを救ってあげる価値を提供してあげるっていう意思であのこの先ほどお話しした手法っていうのはだいぶ変わるんですね。まあ、ウィンウィンな関係ですよね。やっぱりそのセールスとかビジネスをやるんであれば、まあ、自分も利益を得れてでなおかつお客さんの悩みも救うことができるとお互いにメリットがあるとやっぱりこういうのが理想なのでこれもセールスでもビジネスでも同じだと思います。なのであのちょっと洗脳使い方明確にそのいい方向に持っていくのは自分の意思です。であの救うっていう気持ちのマインドで先ほどの言った手法を使っていただくとこういうことが気づけます。で騙すぞとちょっとそういうことでやったらあのバレるんでいずれあの裁判っていう形で多くの会社とかが、まあ、今問題にもなってますけど大体バレるので長期的なビジネスとか高収入を継続的に得たいって考えるならあのこういう関係が望ましいのでこのお話せっかく聞かれたのであればもう騙すとかは絶対に考えずに今後活動していただけたらなと。あちょっと浮かんちゃいましたけどお客様を救うっていうマインドのもと先ほどお話しした手法っていうのを使っていただければと思います。それが、まあ、結果的にお客様も喜ぶ自分も利益が出れて嬉しいっていう関係なので、まあ、ビジネスマンとかビジネスされている以上であればこういうとこからやっぱり始まるので悩みがあってそれを救うための商品とかが、まあ、会社が作ってそれを、まあ、広めていくっていうのが、まあ、本来会社のやってることとかビジネスなので、まあ、僕で言うとその、まあ、
ネットビジネスで始めてみたいっていう人を稼がせてあげるっていうのが仕事なんですけど、別に最初にあのコンサルティング料をいただくっていう形になるので、僕が騙すっていうマインドであれやれば、あのお金振り込まれた瞬間別にトントンこいてもいいんですよね、ぶっちゃけた話ですけど。ただあのお客さんっていうのはいろんな悩みがあると、稼ぎたいと思ってると、で自分は稼ぐノウハウも持ってると、だからあの先にそのコンサルティングという形で、まあ、コンサルティングも商品なので自分を売ってるようなものなので、はっきり言って、だからまああのビジネスとしてお金をいただいて、お金をいただいた以上は絶対に救うっていうマインドで、あの僕も活動してますし、僕が使ってる手法っていうのはもちろんお客さんも救うっていうのが大前提で活動しているので、このお話を聞かれたのであれば、あのちょっと重複しますが、お客さんを救うっていうのを第一に考えて活動していただければなと思います。すいません、あの結構長くなりましたが、ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、セールスの方は。はい、まああのね、もともとあの会社もあのずっとセールス、会社員の時もずっとセールスやられてたみたいなんで、まあすごいですよね。布団でした。ああ、布団と太陽光ね。布団を売るっていうね。布団だけ昔の話なんだっていう。まだやってんだって。あれはもう悪徳。あれも詐欺まがいですよ、本当に。すごいですね。でももう布団、高額な布団をね、売りまくってたんで、いや、すごいなと思って。すごい、あの、そういうね、あの、なかなかあんまりこう、セールス、まあ、あの、こういうのってなんか聞く機会あんまないと思いますんで、勉強になったかなと思います。はい、でちなみにですね、今日じゃないな、今回とあと次回からあの、ちょっともう結構このセミナーで結果出てる人がいらっしゃるということなので、ちょっと実際出たっていう方っていらっしゃいます。あ、ありがとうございます。じゃあそれをちょっと、どんな感じで出ていったのかとか、どういう風になったのかっていうのをちょっと今発表してもらえてますか。あ、はい、座ってても大丈夫ですし、まあ、ここで喋ってもいいです。座ってやめられます。はい、はい、お願いします。はい、はい、Facebook、Twitter セミナーであの教えていただいた、なんだろう、ことを、はい、私は主に Twitter でやっていたんですけど、はい、で、Twitter のフォローを、私もともとツイッターのアカウント持っていて、あのそのプチトモさんのブログをする前からなんか旅行の記事とかそういうの載せてるブログがあって、それとかはこうポンポンポンって載せてたんですけど、そこから一気にそのプチトモさんの方のブログに切り替えて、こうツイッターの記事に載せるようにして、で、なんだろう、あとはブランディング、ブログとかツイッターとかのブランディングをなんかちょっと現実離れしてそうだなみたいな感じの方向にしようと思って、あの海で遊んでる写真とか載せたり、なんかバンテアクルーズ行ってる写真載せたりしてから、ツイッターのフォロワーとたくさんやって、で帰ってきたメールに対して、あの、まあ、何かビジネスされてるんですかみたいなのを絵文字とかつけながらこう一気に送って、でその後帰ってきたメールに対して、あれ違う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 、フォローして帰ってきたのにメッセージを送るでしょ、でそれからさらに帰ってきた人に対してあのビジネスされてるんですか、なんとかしてます、そうなんですねみたいな、でこうこっちの人が今度はいい人そうだったら素敵ですねとか、なんかそういうあげるようなことを言っていて、でその下にいつも定型で、実は私渋谷でカフェ会をやっておりましてみたいな、でその
情報の共有の場としてお役に立てたらと思ってやっていますみたいなことを書き、でもそこではなんかこういらっしゃいませんかとか言わずに、関東圏にお住まいですかみたいなことを言って返して、そして大丈夫ですよ。そうですよ、ね、で最終的にそこでこうおじなんかそこで行きたいですっていう人もいれば、なんか帰ってこなくなる人もいたり、あとはなんかどこどこに住んでますみたいなことが返ってきたりして、行きたいですって言わなかった人に対してはなんかよろしければいらしてみませんかとか言ったりで、行きたいけど時間が合わない人に対して、私はよかったら私でよかったら一緒にお茶しませんかって言って、でそこで会ったりしたんですけど。じゃあ特にどっかに移したとか LINE に入れさせたとかあります？あ、お会いするいいですよ、うん、会いましょうって言っていいですよって言った人に対して LINE 交換もしました。あ、なるほどですね、うん、で最終的に、まあ、動員できたという。そうです。わかりました。じゃあ、まあ、LINE、Twitter と LINE ってことですね。はい。ありがとうございます。まあ、このあと今今日は来てないですけど、あの塚田くん毎回来てる塚田くんももう結構集客できてて、かなり頑張ってるみたいで喜んでいらっしゃいました。で、あの来週はですね、確かちょっと佐伯さんの話なんですけど、来週あたりに多分 YouTube の方のセミナー やるの でその時にまたそういう事例とか少し喋ってもらったりとかするかしようかなと思ってます。まあ、顔出ししたくなかったら全然いいんですけど、あのモザイクかけますけど。まあちょっとそういうのもね、あの成功事例が出てるんで、あのどんどん撮っていきたいと思ってますので、でまあその撮影の方法とか、あの動画撮影の方法とか、まあ、現状僕は、昨日もね、あの法人向けの YouTube のセミナーやってきたんですけど、だからその撮り方とかそういうのも結構ありますんで、まあ、そういうのもちょっと今後ね撮っていきたいなと思っています。はい、ということでですね、今はまあ、ここイベント集客ですね。今もうすでに今のは流れとしては、まあ、ツイッターから LINE ですね。LINE に誘導して、で、まあ、集客に至ったと。はい。で、このツイッター、ちなみに LINE アットって持ってる方いらっしゃいますか？ LINE アット。一応そこに引き込むように。ああ、はいはいはい、そうですよね。LINE アットもアプリだけ取ります。あ、本当ですか。じゃあちょっとですね、まあイベント集客ってこともあるんで、ちょっと今日 LINE アット取ってみましょうか、みんなで。あの誰でも作れるんで LINE アットって実は、はい、ちょっと LINE アットを登録して、で、ブログのね一番最後とかに貼ったりすると、あの結構ですね、僕もそうだったんですけど、ビジネスで普通の LINE 使っちゃうと結構ぐちゃぐちゃになっちゃう時があるんで、僕はもう最近ずっと LINE アットに、誘導してるんですね。ちょっと交換の時が大変っていうか、なんかなんだ、こっちから検索できないんですよ、LINE アットって。へえ。そう、だからね、意外とそこが不便っていうか、だから向こうから登録してもらうしかないっていうねところがあるんですけども、ただ登録すればね、僕も最近そうなんですけど、とりあえず LINE 交換しましょうって言って LINE 交換するじゃないですか。で僕タイムラインに投稿してるから、いつもでタイムライン勝手に見てくれるんですよ。でずっと登録書いてますねとか、なんかすごい人だったんですねとか言われて、そこでブランディングしてそこからセールするっていうね、なんか教育が一気にできるんで、すごい便利ですね。 LINE アットちゃんと登録投稿してればしてるほどいいんで、LINE アットって多分、ね、検索すれば普通に出てくると思うんですよ。あ、意外と出てこないでしたっけ、LINE アット。普通に出て
ました。LINE アットは LINE と別で、そうなんです、全く同期しないとか。しないです。また別物ですね、LINE アットは。同期の時。LINE アットっていう。確か通話できなかったですよ。通話できないですね。あ、そうなんですね。本当メルマガみたいな感じなんで、LINE アットは。こういうやつですね。こういう。この緑の。違うかもしれない、普通のラインと。ぜひラインアット使っていってほしいなと思っていてですね、非常に便利です。まあブログの書き方をちょっと喋ってほしいと言われたので、まあ、イベント集客っていうことで、で今あの Facebook、Twitter やってると思うんですけども、投稿はそこまで、文章とかまだ書いてないと思うんですね、そんなに凝っては。ただ、まあ、今後ですね、あのブログの方も強化していきますので、その全体のイメージとしては、今ですね Twitter とかFacebook とかあるんですけど、これ結構即効性があるあのプッシュができますよね、あの今言ってる、あのずっとやってもらってますけども。でここからまあ例えば LINE アットですよね、 LINE アットに誘導して、 LINE アットに誘導して、でまあイベント集客とかですね、集客に結びつけるというふうにやってると思うんですけども、あのイメージとしては、アメブロはこんな感じです。ブログはこんな感じの位置づけと思っていただければなと思います。あのここという認識でもいいんですけども、ブログってちょっと違うんで、なんかちょっと違うじゃないですか、ブログとかって。文章も長く書けるし、あのカスタマイズもできる。あのカスタマイズの方とかもね、あの今後ちょっと、教えたりとかしようかなと思うんですけども、あのこっちはプッシュできて結構単発、どっちかというと結構単発なんですけど、アメブロって結構軌道に乗るとずっと集客できるんですよ、自動で。それが強い。ツイッターからあの例えばツイッター見て来ましたっていう人ってなかなかいないんですけど、あのブログは結構ありますね。ブログ見ましたって言われたりとか、ブログすごいなんかあれ書いてますねとか、あの教育いつも言ってますよね、あの集客、教育販売っていう3パターンビジネスがあると思うんですけども、ブログはその教育ってとこすごい特化してますよ。今、教えてるのは Facebook、Twitter の方で、メッセージ上でね、こうラポール、ね、さっき多分セールスであったと思うんですけど、まあ、信頼関係築いたりとかすると思うんですけども、ブログはもうめちゃくちゃ威力があります、その信頼関係っていうところで、あの人柄もすごいわかるし、文章ちゃんと書いとけば、そういう人がどういう考えを持っているのかとか、あの何ですかね、ファン度が上がるというか、ブログから来る人は一撃で決まります。しかも、だから例えば、僕であればこの前ブログでブログ経由のメルマガができて、で一撃あの会っただ一回会っただけでもう50万決まったりとか平気でします。それぐらいブログはあのすごい破壊力があるというか、教育ができる、もう読むじゃないですか、興味ある人って。芸能人とかもそうだと思いますけども、なんか好きな芸能人ったらもうね、次へって読みまくるみたいなね読みまくってもらうと、もうどんどんこうのめり込んでいくというか、ハマってくれるんですよね。だからそのブログはやった方がいいです。で、文章の流れとしてはブログは長いですよね、文章長く書くじゃないですか。例えばブログで例えば1000文字書いたとして、で書いたとしたら、Facebook は、それを短縮して500文字ぐらい投稿したりとか、Facebook って長すぎたら嫌われるんで、結構だから短くして Facebook 投稿して、でそれをさらに Twitter って140文字しか投稿できないんで、その一部分、この1000文字のあの一角だけ、140文字だけ、あの書いたブログの一番良さそうなこと言ったなみたいなとこだけ抜粋して
フェイスツイッターにアップするみたいな、そういうイメージです。僕はいつもそうやってやってます。まずブログ書いて、でそのブログコピペして、メルマガ、メルマガコピペして LINE アット、 LINE アットコピペして FacebookFacebook の時は短くして投稿して、でその Facebook のやつをさらに短くして Twitter に投稿して、だからその一回アメブロ書いちゃったらもう全部それ使い回せるってことです。要はだからそのアメブロの書き方、まあ、ブログ記事の書き方ですね。別にブログじゃなくてもいいですよ。実際それを Facebook に投稿しても全然いいんですけど、あの Facebook ってどっちかというとなんかお知らせみたいなところありますんで、そんないきなりこんなね問題点明確化されても Facebook でそんなね最近はなんかこんなお困りありませんかとか言われてもいやいやいやってなるじゃないですか。だからあそういう感じではないです。ブログだから書けるみたいなところあります。多分ね、あのいろんなブログ見れば大体このパターンになってるって分かると思うんですけども、その流れですね。前あのコピーライティングのセミナーでもお話ししたんですけども、それはこれをもっと細分化してもっとセールスレター寄りにしたのをお話ししてます。だからもうあの簡易的なブログであればこれで十分です。でこれあのパサーの法則っていってね、あの結構かなり有名な、セールスレターの書き方なんですけども、あの神田正則さんっているじゃないですか、有名なあの人がこれあのずっと言ってるやつなんですけども、かなりだから僕がとかじゃなくて、もうめちゃくちゃ有名な法則です。僕もこの絵でこの順番で書いてます。あのこの順番が頭に入るのだと私めちゃくちゃ書きやすいですね。例えば、今日であれば、今日記事、このセミナーの記事書くのであれば、まあ、今日セミナーしてきましたと。で、最近思うのが、例えば起業をしたいとか、これからビジネス始めたいとか、いう人が増えてるように非常に思います、ね、思います。で、今回は そういう人たちにまた僕が、いつも言っていることを書いていこうかなと思いますみたいな、なんとかしませんかじゃなくてもいろんな言い回しがあります。それだけでもだからその問題点を明確するか、明確化するっていうのはなんかその、問題がなんかその問いかけじゃなくても別にいいってことですね。あの言い回しとしては、あのイメージで、こんなことありませんかっていう、なんかそのあ俺に言ってるかなみたいな、そういうニュアンスのものを書けばいいです、最近はこういう事例もありましたとかね、それでも十分ここに当てはまります。これなんかね、こういうテンプレートとかに沿ってやりすぎるとあの結構縛られてしまって書けない部分があるんで、その結構崩しちゃっていいです。この流れに大体なってればいいって感じですね。で、次ですよね。次に、さっきも言ったけど最近はその起業とか副業に興味ある人がいると思いますと。でその次に、そういう人たちの、みんな大体同じパターンがありますと。で、そのパターンは、こんな感じでこんな感じ でビジネスやってる人に対してビジネス始めたりするとそのなんかスクールとかね入ったりとかセミナー受けまくったりとかしてなかなか結果ない人いっぱいいますと、まあ、そういう感じで書くと、まあ、問題点を煽り立ててると同じですと。でそうするとその、まあ、読んでる人は、まあ、あなるほどなるほどと、あのそういう問題があるんだと認識させればいいわけですよ。だからわざわざ煽らなくてもいいんですけども認識させればその読んでる人で問題点明確化するもそうですよね。本日そのセールスの診断を受けてきましたと。それだけでも実際は、読んでる人はセールスのセミナーを受けてきたんだなってことは、まあセールスを学んできたんだな、これからセールス学んできたそのアウトプットをこのブログで読めるのかなって思っている時点で一応問題点明確化できてるんで、まあ、問題じゃなくてもいいんですけど明確化ね、あの喋ることを明確化、ブログ書くことをまず明確化させると。で次にそのさっき言いましたよね、あの問題があると。でその次は解決策を示すんですよ。で、そう言ってね、なかなか結果が出ない人が多いです。ただ、私の経験上こういう人は結果が出ますみたいな、ね、でそのあの例えばすぐ行動する人、すぐ決められる人、決断力がある人とわーって書きますよね。で、そういう人はこう結果が出ますと。
ていうふうに書くと、次解決策になりますよね。で次解決したら、その後は対象予期間を限定する、ちょっとこれね、あの言い回しが難しいんですけど、要はその解決策を示すって今、言った、こういう人は結果出てます。でその後にこういう人、その結果を得た人がどういうふうになったかとかね、それも一応対象を限定していることになりますんで、その人は今こうなってますとか、僕もそうだったんだけど、これをやることによって、こういう未来が得れましたとかね。そうそうそう。あとは、まあ、なんかセールスするとしたらね、あの期間限定で、さっきもなんかセールスでありましたけどそうそうそう、期間限定で、ね、プレゼントしますんで、その間に、申し込んでくださいとかね。ここでまあ限定したり、まあ、未来を見せたりするってことですね。そのこの人、この今まで問題を、問題がある問題があるってなった時に、解決策を示されて、ああなるほど、そういうふうに解決すればいいんだ、でもどうしたらいいかわからないっていう時に、最後この解決させるっていうのの、まあ、もう一つ上の感じっていうかね、そのなんていうんだろうな、解決することによってこうなったとか、そういうのを限定させてあげるってことですね。で次、まあ、行動を呼びかける、まあ、さっき言った LINE アットに登録してくださいとかね。そのイベント集客だから、あのプチ動画のねLP やりますよね。でこれからアフィリエイトも多分取り入れていくと思うので、アフィリエイトにしたら、最後こちらのリンクから申し込んでくださいとかね。だからそういうふうにやっていくんで、まずこれをやってですね、で今後も、Facebook とかでみんな投稿すると思うんですけど、まずなんかこれを意識してブログを書いてから、それをこう端折って投稿していくっていうのをちょっとやってみてほしい、欲しいですね。でブログも前作った方、あれ前ブログセミナー受けた方って3名ですか。今ブログどうですか。何もやってない放置ですか。バレた。時々書いてます。時々書いてます。あっと、やんなきゃと。まあそれでいいです。そのうちまたどんどん、あのもうちょっと強化したパターンで、あのセミナーやっていくんで、で、あの今ちょこちょこ書いてるっておっしゃってたんで、これをね、あの意識して書いていただければなと思います。で、これ大丈夫ですか。でこれあのネットで検索すれば、あのバサラの方すぐってすぐ出てくるんで、あの他の言い回しをしてる人もいるんで、あのぜひ調べて、読んでみてください。はい。でですね、あともう少しだけ、そしたら今 LINE アット登録しましたよね。ちょっと LINE アットのなんかプロフィール的なところをちょっといじってみましょうか。写真とかプロフィールのところとか、で結構ね、設定するところが意外とあってですね、あのカバー写真とかプロフィール写真両方あるんですけど、名前とちょこっとプロフィールと、あとですね、LINE アットってあのパソコンであのいじれるサイトがあるんですよ、はい、だから LINE アットで、パソコンの管理画面があるんで、そこからあのなんか友達追加ボタンってあのあるんですけど、そこからあのPC 版からじゃないとそれがちょっと生成できないですよね。ソースコード、でアットマークから検索してもらう、アットマークから検索してもらうっていうのがあって、わかりますかね。ここにまず教える手法として、ここにあの管理っていうところがあるんですね。管理
管理から、この友達に教えるっていうのがあるんですよ。管理の下に友達に教えるで、教えれます。はい、友達追加 URL とこれありますよね、 QR コードここで教えてください。で、LINE の公式 の、 パソコンのページで入ると、これが作れます。これ、このボタン、それで作るんですね。それこれ作れるんですよ。簡単に生成できるんで、ブログ、PC 版から入ると。で、これなんか HTML がバーって並んでて、これコピペしてくださいってあるんで、うん、こうやってこうやってブログに HTML で貼るとこういうふうになるんですよ、うん、そうするとこれ押しただけでもう登録できるようになってるんで、それがさっきのパスナの法則のアクションの部分、はい、そうです、アクションの部分をこう入れとくってことですね。そうです、そうです。なんかメールアドレス版と LINE アット版とかね、 LINE やってない人もいるんで、たまに、まあ年取ってる人ですけど、どっちかというと年配の方は LINE アットやってない人いるんでね。わかります、大丈夫ですか、分かった場所とか、あの PC 版ぜひログインしてください。 PC 版タブレットでもできますか？できると思います。検索エンジン使えばGoogle かサファリかわかんないですけど、スマホでもできる、わかんないです。僕スマホでやってないかってことないんで、ちょっとわかんないですけど、パソコン版でログインすると、あれが作れるようになります。あ、そういうことか。そうそうそう。なんでブログ記事書いて、さっきのパスの法則で書いて、で、LINE アット登録してくださいみたいなね。まあ、ご質問とかご感想はこちらとか、あとは、ご相談こちらとか、あとはまあいろんな場面で使う。でいろいろその僕もいろいろ日々実験してるんですけど、このボタンがいいのか、テキストでたまにこちらってなってて何にも表示なく、こちらが押せるようになってる時とかあるじゃないですか。わかります？これですね。これですね、こういうのテキストがもうリンクになってるやつ、これ押すとこうやって飛ぶっていう、普通リンクじゃないですか、HTML http.com みたいな、本当はあれなんだけど、設定でこうやってできるんですよ。そうそうそう、だこれなのかこれなのかみたいな、 でも全然クリック率も違ったりするんで、それはいろいろとやってみてほしいですね。もろにこういうね、こういうところから検索してくれる人もいるし、ポチでやってくれる人もいるし、あとこの バージョンメールはこちらという言い回しとか、ね、いろいろやり方があって、こういうの自分で自由にできるんですよ、ブログはね。だからそういうのをいろいろこう試して、何が一番登録率がいいのかっていうのをいろいろ試してやってみてほしいなと。で、まあ、ブログ実際ね、ブログってテキストとビジュアルっていうのを切り替えできて、記事のところもできるんですよ。表面の文字だけのところと、あとソースコードっていうHTML の方両方あるんで、普通のビジュアルの方で書けば普通に文章そのまま LINE とかメールとかと同じように書けるんですけど、テキストっていう方を押すと実際の HTML 版が表示されるんで、それの、そっちでいろいろいじっていくというような形なんですよね。で、まあこれから Twitter、Facebook に関しても交換するときなるべく LINE アットでやっていってほしいなと。で、なんかなんだ、普通の LINE じゃないと、例えば向こうが送ってきたパターンとか、こっち向こうに検索してもらわないといけないんで、 LINE アットの場合はだから教えてください、分かりました、じゃあ追加しておきますねとかでもできないですよ、 LINE アットは。だからそこの部分だけですね。それでなんか止まってしまうようだったら普通の LINE でいいんですけど、
なんかスムーズに行きそうまま行きそうだったらラインアットみたいな感じですね。僕あのあれですね、あのじゃあ僕の LINE 教えるんで登録してくださいって言われたら、なんか検索できないんでちょっとこれで検索してもらっていいですかって言って僕は無理やりやらせますけど、おかしいな、そっちからやってもらっていいですかって言って行ってやってもらってますはい、はい、そういうやり方もありますんで、はい、やりますね、結構やりますよね、はい、そう LINE 普通に交換すると思ってるね、向こうはね検索できないんでちょっといいですかでさりげなく LINE アットにあの登録スタートしてもらうっていう、ね、LINE アットと LINE は違う違うです、別物ですね、別物なんです、全く連動しないです、全く関係ないです。で公式にすると LINE アットあのさっきあの良平 .o っていう LINE アットの申し出たじゃないですか、あれ自分で考えられるんですけど有料にすると、うん、無料の場合はなんかわけわかんないやつが用意されるんで、でも有料でもあの年に2000円とかなんで、そう登録料で3000円ぐらいかかるのかな、でそれでおしまいです。で次の年から、年間1200円とかなんで、年ですよ、年だから余裕で別にいいじゃないですか、3000円ぐらい、それでねブランディングになるじゃないですか、一応ねあの名前になったら無料会員かよみたいなね、そうちょっとあれなんで、ぜひ有料にしてください。でまあ職業によると思うんですけど、あの公式登録みたいのがあのできる人とできない人がいらっしゃって、結構コンサル系僕は無理なんですけど、普通の店舗ビジネスとかしてる方は公式登録ができるんで、それやると、検索した時に出てくるようになるんで勝手にフォロワーが増えたりするんですよ、ネット上にこう反映される。普通にしてたらあのただの自分しか自分の教えた人しかできないですけど、勝手に検索されて出てくるみたいなことが起こりますんで、業種って、ね、アピールできる業種がその規約内であればぜひ公式も登録してほしいと思います。っていう感じですね。で今 Twitter、Facebook やってると思うんですけども、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、ちょっとブログね書いても見てもらって、さっきのパスナーの恐れで最初はちょっとあの違和感があるかもしれないですけど、まあ、見ながら意識しながら書けばそのうちまだ何を見なくても僕は今書けるようになってるんで、まああの刷り込んでもらってね、なんかこうずっとできるように、なんか何かしらもう使えるんで、あの法則は普通喋ってる時とかもなんかある程度はああいう感じに僕は意識して喋ってるんで、そう結構何でも使えますね、あれ、まあ、心理的なものですからね。何か今日全体で質問あります？質問とかセールスとか、はい、あセールスと言いますか、はい、あのブログを例えばこのセミナー行ったよみたいな内容で書くと、この中身とかちょっと触れちゃうじゃないですか、どうしても、はいはいはい、それはいいんですか？あ全然でいいですよ、全然いいです。で今日まあこういうこと学びましたっていいですよ。で僕ブログめっちゃいいと思うのが、自分に言い聞かせられるんですよね、書いて書きながらそう頭が整理できるんですよ。めちゃくちゃ僕は逆に自分のために書いてるみたいなところもあるんで、そうそう今日学んだことはこうで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 こう思いました、でビジョンを書いて、例えば今月以内にそのブログなんか書くぞみたいなね、毎日書くぞみたいなね書こうと思いましたとか、ね、書いたらこうなるこうなるってね全部書くじゃないですか自分で、そうするとあ書いたらこうなるから書いたらあやんなきゃやんなきゃってその何その目標を、まあ、目標として書かない方がいいんですけど、その目標はこうですって、あまりねブログ毎日更新するぞとか言って、ね、書くんじゃなくて、ブログ毎日更新するとこういうふうなことが起きて、こういうものができて、こういう将来が待っているから、あブログは本当にいいと思いますとかね、例えばブログやったらこうなりますっていう、結局読んだ人に向けて書くわけじゃないですか、
自分に言ってるような感じで書けるんで、すごいあの情報発信ってね、結構自分のためにも本当になりますんで、人にコンサルとかもやってるとね、人に教えてる時に一番なんか成長したりするじゃないですか。そう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 、あ、そんなやり方あったんだみたいな、俺も知らなかったみたいな。そうそう、あ、よくありますよね。ありますあります。すごいなこの人、逆にみたいなね、俺よりすげえじゃんみたいな、で結構出てくるんですけど、ブログも同じやつだから、人に教えてることと同じなんで、だから気づきがたくさんあります。で、極録、さっきのパスワー法則でブログ書いて、それをちっちゃくして Facebook、ちっちゃくして Twitter で、写真は全部同じですよ、使い回しなんで、写真も全部使い回しです。そんな感じでやっていって、で、まあ、メッセージ内で、LINE アットやるのか、あとはブログとかだったらブログにはもう先に貼れるんで貼ってやったりとか、あとは、ブログから登録してくださいっていうのもできるんで、ブログに 毎回貼ってれば今みたいな感じで、登録の手間省けるじゃないですか、ブログからやってもらったらね、ワンプッシュできるんで、まあ、そういう風に使い方もできるんで、そんな感じでイベント集客これからも、やっていってほしいなと思います。他にはありますか？なんか、はい、はい、文章の内容だけじゃなくって、はい、画像に関してなんですけど、写真で、はい、なんか自分自身をこう載せた方がいいのか、はい、ただ副業としてはやろうと思っているので、うん、ちょっと載せづらい部分があるので、その場合はどうやってブランディングしていけばいいのかっていうのを、うん、知りたいんですけど。あ、じゃあまだお勤めだからそんなにこう出れないってことですよね。あの Facebook 上は顔出しをしているんですけど、はい、ブログは結構バレやすいっていうふうに聞いてて。なるほど、逆に Facebook の方がバレやすいと思うんですけど、 Facebook はビジネスネームで載せてる部分があるので、で知り合いは全部ブロックにもかけてる状態なんですけど、なるほど、はい、そうしたら、まあ、なるべく自分はね出した方がいいんで、極力出した方がいいです。きつい場合は、まあ、後ろ姿とか横顔とかでも全然いいです。僕は結構横顔とかおすすめしてますけど、横顔、はい、横顔とか後ろ姿でも全然いいですよ。そのリアル感が欲しいんですよね、ブログとかって。なんかその無料素材とか引っ張ってきて貼ってもなんか感情が動かないんですよ、基本的に。そのあ、この人が撮ったんだみたいな、ね、そのなんかダサくてもいいから、うん、なんかそのリアル感ですよね、うん、あのだって実際あの何ですか、あの無料素材の綺麗な写真でこうやってやってたりとかするあるじゃないですか。あれとか見ても何も思わなくないですか、別に。あ、なんか無料素材なんだなみたいな、何ですか、そのリアル感が必要なんで。あとはもう角度とかですけどね、写真のね角度とか位置とか、これ何回も撮って、いや練習するしかないですね。で1回につき10枚ぐらい撮ったわけです、5枚から10枚ぐらい、何でもそうですけど、料理の写真とか集合写真とか。僕もさっきこのセミナー風景で20枚ぐらい撮りましたけど、ね、その中の1枚使うだけ、そういうイメージです、毎回毎回。ありがとうございます。はい、あと多分ね、漢字系をどんどんやってきたら、今動画も配信してるんで、このセミナーのやつ Facebook とかブランディングのセミナーとかもあるんで、それ見てもっと詳しくやってるんで、はい、分かります、ありがとうございます、はい、という感じで今回イベント集客と、まあ、セールスですね、セミナー終わりだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。